黒潮丸は1938年浸水の日本の石油タンカー。有事の徴用を想定した1万トン級高速船として設計され、太平洋戦争中には特設運送船などとして活動したが、1945年1月に空襲で撃沈された。終戦後に中国船へとして復旧され、朝鮮戦争時にイギリス海軍補助艦隊の給油艦、 サーフパイロットとなり、1960年3月にシンガポールで解体された。昭和初め頃から日本海軍は艦隊に随伴する高速給油艦として有事に徴用する目的で大型高速の民間タンカーの整備を促進した。これを受けて、ハマゾ造船所は1931年に1万総トン級大型タンカー富士山丸を竣工させ、 成功策と評価された。その後、1937年に、有事の徴用を前提とした、高性能商船の建造補助制度である、優秀船舶建造助成施設が施行されると、同施設による助成を受けて、高速大型タンカー8隻が計画され、ハリマ造船所でそのうち2隻が建造されることになった。そのハリマ造船所建造分の1隻として、 中外海運を選手として建造されたのが元船である。1938年1月21日に発注、同年12月8日に浸水して黒潮丸と命名され、翌1939年2月28日に竣工した。ハリマ船所建造の姉妹船として、日本海運を選手とする赤月丸と明けぼの丸が建造されている。 黒潮丸の基本設計は、川崎造船所製の川崎型輸送船に準じたもので、船体の基本寸法は全く同じである。船形は、当時の大型タンカーの一般的デザインで、船体中央に船橋、船尾に機関室を配置した。川崎造船所製に比べると、船首楼のブルワークが長く、船橋構造物の側面が原則よりも引っ込み、 船尾の平面型がやや尖っているなど細部は異なっている。最下重量トン数は14,960トンで、捕鯨母船を除いた専用タンカーとしては当時2本、最大であった。クロシオマルは機関に特徴があり、姉妹船2隻や標準的な川崎型輸送船がディーゼル機関を搭載したのに対し、クロシオマルは試験的に蒸気タービン機関を採用した。 タービン機関の搭載は日本のタンカーとしては初めてである。タービンの指揮会は石川島造船所製、指揮官は川崎造船所製のラモント式水管ボイラー3機が搭載され、スクリュー1機で推進した。ラモント式水管ボイラーは強制循環式の高効率ボイラーで、日本では捕鯨母船、第二日清丸などの補助機関として、 採用例があったが、主機関としての採用は、日本初で、その後も日本商船では、畜士丸と出雲丸だけで用いられた。黒潮丸は、試運転で、ディーゼル機関搭載船と同等の速力を発揮し、日本タンカーで当時最速の20.69ノットを、記録、登録上の最大速力は20.6ノットと、高速であったが、実用公開では、故障が頻発した。 なお、黒潮丸の設計は、タービン機関搭載という特色から、後に、太平洋戦争中に建造された大型タンカー、イチトルコリラ型、戦時標準線の原型に選ばれた。イチトルコリラ型戦標戦では、戦隊の寸法を切りの良い数字に変更し、外形の一部を直線化するなど、線図は、新規に作成されている。イチトルコリラ型戦標線の機関は、 戦前の日本タンカーで一般的だったディーゼル機関が製造能力不足で軍艦用優先とされたため、クロシオマルと同じく蒸気タービン機関を搭載したが、同様に故障で悩まされた。また、開戦直前に低新省が定めた低新省トルコリラ型標準タンカーもタービン機関搭載で、クロシオマルと同じ石川島式二段原則タービン機関を採用。 設計も黒潮丸を建造したハリマゾー船所が担当している。こちらは川崎型輸送船を建造した方が良いと判断されたためか民間からの発注はなかった。1939年2月に竣工した黒潮丸は早速カリフォルニア州やオランダ領東、インド産からの海軍燃料用石油の輸入に使われた。太平洋。 戦争4ヶ月前の1941年8月15日、建造時の計画通りに、黒潮丸は日本海軍に徴用され、同年9月5日付で特設艦船に入籍し、給油艦に相当する特設運送船港に類別された。開戦前に日本海軍の作戦拠点となるトラック白地やパラオへの輸送任務に従事。同年12月8日の開戦時には、 南図海艦隊の補給任務を担当し、マレー作戦に出撃する艦艇に対して、フランス領インドシナ南端のプロコンドル島で給油を実施した。続いて、同年12月16日には、営業を着たボルネオ攻略作戦に参加し、占領されたばかりのミリに進出して、駆逐艦に給油した。その後のライン作戦でもジャワ島攻略戦に参加した。 1942年3月20日、クロシオマルは海軍席から除籍され、続いて5月1日に日本海軍からの徴用を解除された。徴用解除は優秀タンカーの中で例外的な措置で、岩井多代によればタービン機関の不調が原因である。民間商船に戻ったクロシオマルは、石油の集積地点であるシンガポールから、 日本本土への石油輸送任務に従事することになった。徴用解除から、すぐの1942年5月23日付で、黒潮丸は、一般商船のまま上員を海軍軍属待遇として扱う指定船になっている。松井国夫によれば、1943年に選手が、州外海運から系列会社である、東和汽船に変更となったとされるが、 船舶運営会の1943年10月の資料では、選手は中外海運のままで、船舶運営会に代わって、商船の管理を行う運航実務者に、東和汽船が指定されている。また、船舶運営会の資料を基礎にした、日本商船大船事総難士によれば、1945年1月の沈没時の選手は、東和汽船となっている。 パレンバン第二声優所の責任者だった、ソガワトール陸軍少佐の改装によれば、1942年11月に、海軍タンカー、黒潮丸他一隻が、事前連絡なしに、陸軍管理課のパレンバンへ、燃料油積み取りのため入港し、やむを得ず、南スマトラ燃料市省庁の中村隆都陸軍大佐の独断で給油を認めたが、本省から出席される事件が起きたという、 ただし、前述の通り、1942年11月頃の黒潮丸は海軍による徴用解除後である。1943年7月に高速石油輸送船団である非船団航路が開設されると以下の通り、黒潮丸は非船団に加入して日本本土とシンガポールの間を往復するようになった。船団の編成は出航時の状態であり、 途中で変更されたものがある。シンガポールへ向かう往路では南方に派遣される増援部隊の兵員や航空機をしばしば便乗させている。黒潮丸として最後の航海となったのは非87戦乱に加入してのシンガポール業であった。1944年12月31日に文字を出発したが、1945年1月9日、経由地の高尾で停泊中に、 アメリカ海軍第38任務部隊による空襲を受けて大破、格差した。黒潮丸は非87戦団から除外されて、高尾に残ったが、同年1月21日に再び空襲を受けて沈没した。監督官、高木万次郎大佐、1941年9月5日から1942年3月20日。 太平洋戦争の終結後の1947年、黒潮丸など、高尾港所在の沈没船は、中華民国が取得することになった。中華民国政府はすぐさま、黒潮丸の引き上げを命じ、調査後に引き上げ作業を行って、A と解明した。A は、急に本資産を所管する、日産管理委員会の管理と、台湾工業講師への移管を経て、 1947年9月までには国営招き商局の下で設立された中国油林講師が選手となった。A は中国油林講師の保有するタンカー23隻の中で最大かつ最高速であり、新型のアメリカ製 T2 タンカーの取得も難航していたため、その価値は高く評価されていた。A は1948年6月中旬に高尾で 応急修理を受けた後、本格的な修理は、同年7月から、イギリス統治で香港の急流半島にある、香港アンポアドック造船所で行われた。日本製であるため日本のハリマ造船所などに、図面提供を求める交渉が行われたほか、複雑なタービン機関などは、日本の石川島重工などの工場に運んで、整備された。修理用の工材や、工員の不足、 日本への持ち込め整備のため工事は遅延し、予定より遅い1951年4月に正式に竣工した。しかし、工述の通り、修理中に激化した国境内戦による政府、選手分裂のため中国戦として収益はできなかった。香港における A 修理中の1949年10月に中華人民共和国が成立し、 旧中華民国側が台湾に逃れると、永遠の選手である中国アブラリン講師も中華人民共和国側と台湾国民政府側に分裂した。そして中華人民共和国側、台湾国民政府側の双方が永遠の引き渡しを要求した。1950年1月にイギリス政府は中華人民共和国を承認して台湾国民政府との外交関係を停止したが、 英英の引き渡しについては裁判などの駆け引きが続いた。1950年6月には朝鮮戦争が勃発し、同年10月に中国人民志願軍が参戦すると、イギリスと中華人民共和国は実質的な交戦状態となった。1950年10月に中華人民共和国側は、英英を引き取るための船長らを香港に派遣し、 同年12月23日に修理工事の主任義手と示し合わせて A にご成功機を掲げ、中華人民共和国側への帰属を宣言した。台湾国民政府側は A の出向を警戒し、1951年2から3月に艦艇や航空機をたびたび出動させた。1951年3月11日、中華人民共和国側は A お切りに隠れて、無断出港させようとしたが、香港水上警察によって阻止され、九龍湾に抑留された。アメリカ政府は、a が、中華人民共和国側に、軍事利用されることを懸念し、イギリス政府に、a を接収するよう働きかけた。イギリス政府は中華人民共和国との、経済関係に悪影響が及ぶことを予想して、悩んだが、 最終的に本国の閣議決定を経て1951年4月6日に、イギリス総督府は A の徴用を発令、武装した香港水上警察を動員して接収し、五水空機を下ろして船員を退去させた。イギリス政府の植民地大臣は、議会会において A が朝鮮戦争で、 中国人民志願軍や北朝鮮軍の燃料輸送に使用される危険があるため徴用したと報告した。中華人民共和国政府は報復としてロイヤルダッチシェル系列のアジアビアブラ公使の資産を没収した。イギリス政府は A をシンガポールへ開港してイギリス海軍補助艦隊の補給艦サーフパイロットと解明した。サーフパイロットは公式には サーフ救急油艦の3番艦とみなされたが、サンダーランドにあるバートラムサンズ造船所で建造された同級1番艦、2番艦とは設計が異なる。サーフパイロットはシンガポールでドック入りしたが、戦列加入は見送られた。シンガポール港内に係留された状態で、1960年3月に廃戦となるまでイギリス海軍補助艦隊に在籍していた。 AB 本文中の日本鮮明録の数値と異なり、日本旗鮮明簿では、総トン数一万三1八十三トン、純トン数六千五十九トンとなっている。非十九戦乱では、黒潮丸以外にも、一万光丸、ハリマ丸、天栄丸と故障戦が相次いだ。非十五戦乱では、黒潮丸のほか天と丸、ユ王オー丸、セリア丸、大宝丸、 日英丸、富士山丸、新高、関純が故障を記録。ありがとうございます。